今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気です。さあ聞きますよ。お二人は実に、はい、何でしょう。人の役に立っていること何かしてますか。うん、人の役に立っていることは、この間スマホを拾って、どうしようかなと思ったけど、それをもうすぐ届けました。電話かかってきたので、うん、今どこだっつって、そこにいますって言うんだと、もう、じゃあ俺車だったら行っちゃうみたいな。かっこいい。喜ばれましたよ。さすがです。嬉しいもんね。私もそういうところで言うと、この間駅でこう階段でこう荷物を重そうなものを持ってるおばあちゃんがいたので、ね、持ってあげて下で待っててっていうお助けはしました。そういうことはちょっと普通ちょっと恥ずかしくてできなかったするんだけどもね、してあげた方がいいやな。頑張りました。はい、ということで今回まず最初にご紹介するのは、お客様のお役立ちとして心と心の触れ合いを大切にし、信頼関係を築いています税務のプロ集団です。皆さんは税理士に相談する際、相談項目がまとまらず困った経験はないだろうか。専門分野だけでなく、多岐にわたる相談を解決できる税理士法人がここにある。税理士法人深代会計事務所、所長深代克美、副所長花島信勝、課長横山博正。税務のプロ集団として、顧客の要望に素早く正確に応え、相談件数はなんと3万件以上。さらに相続に関する書籍も多数発売している。他の会計事務所と一線を画する圧倒的な相談内容で顧客に応える、深代、花島、横山に話を聞いた。数ある中でも司法と会計、この2つを持っているっていうのはなかなかないんじゃないですか。はいはい、まあ、別に最初からそうやったわけじゃなくて、はい、まあ、会計とか税務やってると、まあ、民法とか、はい、そういうこともちょっと関係してくるので、うん、まあ、隣接にしたところはなるべく学んでいこうかなと思ってました。まあ、根本なその精神は、お客さんからまあいろんな質問があった時に、まあ、私たちの立場で言うと断ったら終わりなんですね。うん、でそれがいろんな質問で、税務だけじゃなくて、うん、その司法とか他の分野の質問であったりするんですね。でもそれにお客さんはそれで悩んでるので、それにいかに寄り添うかっていう、まあ、親切にしてあげるかっていうところから、まあ何でもかんでも答えるっていうのが事務所の精神かなっていうふうに、まあ、私は思ってるんですけど。特に法人の方とかだと、まあ、税金の計算するだけじゃなくて、やはり資金繰りの問題だったりとか、そういうところも結構相談に乗ることが多いんですよ。今の時期だと借り入れ金の金利がね、少しでも安くなるってことが大事なんで、今だったらこのくらいだったら借りられますよとかっていうので、まあ、銀行さん紹介したりとか、そういうことまでやってますね。銀行さんのその一緒に借り換えのタイミングに一緒に同席しますもん。心強いな。だって一番詳しい人たちが来るわけだから、相手も大変だよね。銀行の競争って皆さんあんまりやらないと思うんですよ。はい、A 銀行と B 銀行競争するみたいな、はい、うちはそういうのをやって競争して下げてもらうんですね。うちは安ければどこでもいいんですし、銀行どちらでも別に構わないんで、ね、そうだ、下げてあげることがお客様に喜ばれることだからね。はい、実際にお客様からはどんなお声が寄せられてますか。そうですね、やっぱりまあ我々こうお客さんの立場になって一緒にこう仕事をしていきましょうと、うん、どちらかというと税理士さんってこう一歩引いてなんかこう仕事やってあげるみたいな風な感じの方が多いんですけど、うん、我々こう一緒にお客さんと一緒にじゃあ成長していきましょうとか、お客さんと一緒にじゃあ節税していきましょうもそうですし、お金を残していきましょうとか、うん、今よくあの事業承継ということで次の段にどういうふうに移しましょうかっていうところも含めて、まあ遺言って話もちょっとしたりとかして、その地主の方で持たれてる方が、はい、やっぱりそこが大きな節税になるもんですか。そうですね、かなり詳しくないでしょう、そういうことに対して。詳しくないんですよ。詳しくないってことがポイントなんですね。ポイントなんですよね。そこからぐっとね、一番相談窓口としては会計事務所が一番多い、統計では一番多いみたいなんですね。でそこで全部ある程度答えてやると、まあ、関係するじゃないですか。はいはい、ところが意外と他の税理士さんは、建築するんだったらば建築会社、法律は弁護士さんっていうのを分けちゃうんですね。ワンストップでなるべく仕事はワンストップでやるようにして、一回そこだけでもう済んじゃうみたいなね。はい、もちろん全部の知識あるわけじゃないので、あのその場で弁護士さんに電話したりとか、消費者さんに弁護したりとか、不動産鑑定士さんに電話したりとか、もうすぐその場でやるっていう、まあ、答えられないことは基本的に何もないですね。本当そうですね。
だから深代が一回初めて会ったお客さんは、はい、ほとんど深代のファンになって、はい、もうみんなメロメロなんですよ。でも分かる。私は深代の技術でメロメロって呼んでるんです。メロメロって呼んでる。お客さんも心をわしづかみにされて、もう離れられないんです。明るい監督タイプだもんね。そうですね。そんな顧客をメロメロにする深代だが、独立後に一風変わった場所で主催していたセミナーとは。我々会計事務所なので、こうすることによって相続税が安くなりますよとか、こうすることによって所得税が安くなりますよっていう税金の提案をして、まあ、住宅を売ろうっていうセミナーをやったんですね。まあ、会計事務所の側なんで、はい、そしたらお客意外とそういうことってお客さん聞かれてないので、借金をしてアパートを作ると相続税が安くなりますよとかですね、あるいは借金付きで贈与すると、まあ、贈与税がかかりませんよと、今かかるように変わっちゃったんですけど、そんな話すると新しい視点なので好評でしたね。で我々にクレームがあった時ですね、あの先生はちゃんと答えてくれなかったとかいうことは住宅メーカーに言えるじゃないですか、あるいは不動産さんの方に言えるじゃないですか、直接は言いにくくて言えるので、意外とそういうのクレームって意外とこう回ってくるので、会計事務所にとっても意外といいんですね。普段聞けない話が聞けるっていうのは間接的に、間接的にね。じゃあ会計事務所はこうなんなきゃいけないんだっていうのですね、さっき言ったように理由のことを相談してやらなきゃいけないんだっていうのはセミナーで学んだことですね。さらに業界初と言われるあるものが還付される驚きのセミナーの内容とは。で消費税の初めて導入された時って平成元年なんですね、3% が始まったんですけども、その時にまあ皆さんが消費税払うというセミナーはあったわけで、どうすればいいかなみたいな、その時私がこうすれば消費税は返ってきますよっていうセミナーを、還付されるって話を、でそういうまあ還付のセミナーをやったのがその消費税で初めてやった。消費税で還付されるんだ。そうですね。建物が建てる、今だったら例えば建物を1億円作ると 8% かかるじゃないですか、800万かな、そのうちの何パーセントが返ってくる、返ってきますっていうセミナーをするんですね。うまくやると全額です。全額戻ってくるっていう、払った消費税全額。どこで何か落としてもらうんですよね。まあ、ノウハウを使って駆使しながらですね。それ今説明いただけないじゃん。昔は平成元年の時すごいそれが簡単にできたんです。だんだんやっぱり節税とかそういうことは、まあ財源の問題ありますので分かってくるからね。分かってくるから大体少しずつこう法律も厳しくなって、還付の欄にお金が載ってると嬉しいのよ。ゼロはいかん、ゼロはゼロはあかんよ。でも本当に払わないことはいけないですけど、そうです払いすぎることも良くないですよね。本来は税務署っていうところは、税務当局っていうところは払いね過ぎてたら返してくれるところじゃないですか、本来は。だけどなかなかそういうふうには取り扱ってくれないですよね。これだけお話を伺いしててもすごく明るいな皆さんと思うんですけど、他の税理士さんと比べて特に特徴ってありますか？どんな大きな案件でも、どんなちっちゃな案件でも、まあ何人も書類をチェックするとかっていうところでは、チームワークはすごいいいと思います。我々は十分伝わってます。かなりいいと思いますので、普通の会計事務所とか税理士事務所だと隣の税理士さんが敵みたいなのもあるんですね。自分のノウハウは自分で蓄積するみたいなのがあるんですけど、特定制度みたいなね。そうですね。我々はもうお互いにキャッチボールしないと業務がうまくいかないものなので、お客さんから聞かれることはもうみんな同じように分かってないといけないわけですね。そういう部分では皆さんがこうやっぱり仲良く、事務所が仲良くやっていくっていうのが、お客さんも結構そういう、あ、事務所の職員の方も本当にみんな仲いいんですねっていうふうに結構言われることは多いです。そこが結構一番まあ特徴かなと思いますね、事務所内の特徴としては。まあ、飲み会とか旅行とか結構多いですのでね。行かれますかやっぱり、コミュニケーションの、コミュニケーションね、いや社員すごい大事にしていただいてるんですね。あ、だからもう事務所で働くのが私なんかものすごいハッピーですもん。税理士として磨かせていただいて、スキルは伸びる、事務所の職場環境って楽しいんですね。月曜日になったらウキウキします、ね、日曜日で明日から仕事じゃないですか。まあ週末が苦しかったんだね。家事やってますけど、家事そういう経験もあったね。男は一緒ですっつって、ね、でも会社に行きたいっていうのはなかなかな。社員を大切にし明るい雰囲気の深代会計事務所、信頼と実績も申し分ないが、実際に相続に関する相談件数はどれくらいなのか。年間にやる件数がまあ大体100件ぐらいを毎年毎年申告書100件っていうのは、やっぱりこの会計事務所の中で都内でもかなり多い方。時間かかることですよね、はい、もちろん申告自体は100件ですけど、その前にまあ相談とかね、いろいろある、
ますので、それはまあほぼ毎日受けてますね。遺言の相談件数っていうとどれぐらいですか？遺言自体ってのはそんなに多くない、ね、そうですね、どちらかっていうと多くないんですけども、その前の相続税がまずいくらになりますかっていうところから相談を受けて、例えば子供がいなければ必ず遺言書を作った方がいいですよとか。そうなんですか。子供がいないとその夫の兄弟と相続争いが始まるわけです。奥さんがいないから、そうするとある意味は血が遠いじゃないですか。遠い人と話しするのは難しいんです。まあ今最近はね、兄弟でも喧嘩する人いますけど、いっぱいいますね。まだそこは少ないですね。まあ大事なんだよね、やっぱりそういうことがあることがね、遺言書も ね、まあ、トラブらなくても遺言書を作っておくと、子供たちが安心してくれるんですね。自分たちのことを思っててくれてたんだなっていう、やっぱ知っとかなきゃいけないことっていっぱいあるんですね。そうですね、でも我々はやっぱり全部理解なんてとてもとてもさ、できないわけだから、やっぱり相談するところを選んでさせてもらうわけですよね。それが一番いいわけですよね。そうですね。これでも相談する、結局相手が大事じゃないですか。相手が大事だな。あの、意外と税理士さんって責任持った回答ってやらないんですね。要はその申告納税で、日本は自分が正しいと思った方法で申告をするんですね。でその後に税務署からこれ間違ってませんかって言われるもんで、税理士さんがこうやった方がいいよって言われましたと、税理士さん責任を負いたくないじゃないですか。だからなるべくそういうこうやりましょうみたいな、これが正しいですっていうことを言えないんですね。ただうちの事務所はそれを積極的に言おうと、で言えとっていう、そのもう所長の方針なんですね。名言あるんですけど、お客さんの質問に質問で返すなと。もう答えたくないから、なんかあの聞かれてるのに答えて返さないで、変化球投げるんですね。変化球、ペイントかけられた方は結局分かるので、あ、この人は親身になってやってくんないなとか、で結局ファンじゃなくなって会計事務所変えようかなっていうのがやっぱり、そういうことも多いですか。岡代さんにお伺いしたいんですが、今後の目標ってどんなこと掲げてますか？まあ少しずつ次の代に、あの、つなげていかなきゃいけないっていう。お客さんはまあ、例えば私と知り合ったお客さんだったりしても、まあ、次自分たちの事業承継があれば子供に事業を続くわけですね。するとどんどん事務所が発展していくかどうか結構心配をしている、それなので今セミナーとかなんか私が喋ること多いんですけども、徐々に花島とか横山とかに少しずつセミナー話す人間を変えてて、遺言書じゃないけど相続始まってるで。それもだからいきなりはお客さんの関係あるかできない、だけど少しずつやっていかないと、彼らも経験積まないとできないけど、だから少しずつ少しずつですね。そうするとお客さんも安心するんですね。あの、私だけが出しゃばって全部やってるってんじゃなくて、他の人に聞いても同じ答えが返ってくるって言うんですかね。最後に深代さんの格言をお伺いできればと思います。私としては、あの、姿勢を天に通ずっていうあれが好きなのと、あの、もう一つは、あの、情けは人のためならず巡り巡りと己がためなりって言うんですかね。情けはかけるようだけども結局は自分のためになるんだよということですよね。本当に、あの、今後に期待しておりますので、我々の良き相談相手となってください。今度も今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望、スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて続いてご紹介する企業様なんですが、お二人は一生に一度の買い物といったら何を思い浮かべますか？一生に一度の買い物、まだ買ってない家、お家だとかね。そうですね。車は一生に一度じゃないしね、必ずね。何回か買いたいですね。結婚指輪、墓とか。ありますね。ということで続いてご紹介する企業様なんですが、地震の高い利便性と寺院の末永いご供養を現代のライフスタイルに合わせたビジネス展開を行います。こちらの企業様です。どうぞ。皆等しく訪れる死、皆さんはいつか来るその日のことを考えているだろうか。お参りに便利な土地で眠りたい、承継者がいない
面倒をかけたくないなど、多様化する現代のニーズに応える男がここにいる。株式会社アンカレッジ代表取締役伊藤輝夫。お寺の支援のためお墓の企画販売を行っているアンカレッジ。さらに最近ではバスツアーを計画するなど、気軽にお寺に来ていただけるよう積極的にイベントも開催している。現在のお寺を取り巻く環境について伊藤輝夫に話を聞いた。まず事業内容から教えていただけますか。はい、私たちの会社は、お寺の支援をさせていただく会社です。で、その中で具体的にお寺の支援って何をやってるかというと、具体的に取り組んでいるのは、私たちがお寺の中で、お墓の企画をさせていただいて、その販売のお手伝いをさせていただくっていうのが、中心業務になります。そういう会社です。お墓の販売。私たちが今お寺にご提案をしているお墓っていうのは、いわゆる永代供養墓っていうんですけれども、私たちが常識だと思っているお墓は、おじいさんから息子へ、息子から孫へ、代々引き継いでいくっていうのが、今までのお墓の概念だったと思うんですね。ところが、今はお子様がいらっしゃらない方も多くなってきましたし、お子様がいらっしゃっても今までの日本の流れですと、男の子がいないと基本的にはお墓っていうのはそこで耐えてしまうんですね。私伊藤と申しますが、男の子がいないと伊藤家っていうのは終わるんですね。その時にお墓も終わるんです。で、そういうライフスタイルを送っている方が今までのような立派な石のお墓を建てて、今後代々承継してくる行ってもらうような前提でお墓を建てても、もうそういうニーズに合わなくなってきちゃってるんですよね。はい、で、永代供養墓っていうのは自分たちの代だけ、つまり夫婦だけとか自分個人とか、せいぜい自分たちの息子の代までで終わるお墓なんです。その後はお寺さん、ご住職たちが子供たちに代わって、自分たちの子孫がいなくなる分、子孫たちに代わってそのお墓を守ってくれるっていうのが永代供養墓っていう考え方です。あ、なるほど。はい、日本はそういう状態で少子高齢化っていうのもありますし、もっと言うと生涯未婚率、一生に一度も結婚しないっていう人も今劇的に増えてますので、代々引き継いでこう墓っていうことではなくて、子どもたちがいないのであれば、その後の供養はお寺に託すっていうお墓を今お寺に提案をさせていただいています。で、特に私たちはその中でも樹木葬、お寺の中で取り組む樹木葬っていうものをご提案を、樹木ですね、はい、そうですね、提案をさせてもらってます。墓地に遺骨を埋葬し、墓石の代わりに桜、もみじなどの緑をシンボルとする樹木葬。さらにアンカレッジでは思い出の品を刻印するなど、デザインにもこだわっているが、その理由とは。これは女性からよく言われるんですが、旧来型のお墓がありまして、いわゆるお塔婆っていうのが立ってるわけです。木の棒ですね。あれが風で揺れる音が非常に女性からすると怖いと。でも私たちはまず大前提として寂しくないお墓を作りたい、家族も小さくなってますんで、デザインにもやっぱりこだわった結果が一つはこの樹木葬なんですね。女性も見た目、他人のお墓であってももう毎日ワンちゃん連れて散歩に来たいって思えるような、そんなデザインのお墓にしたいと。で、お墓参り来る方が寂しくないお墓だったら、眠ってる方もきっと寂しい思いしないだろうなと、そう思ってもらえるようなお墓にしたいっていうのが、私たちの樹木葬ですね。あとはお寺と緑っていうのもすごく相性がいいんですよね。お寺離れというんですけども、なかなか皆さんお寺に足を運ぶ機会はなくなったんですが、かといってまちまちから皆さんお寺がなくなってしまえばいいと思ってるかっていうと、きっとそうは思ってないと思うんですね。全く思ってない。そうですよね。で、その時に皆さんが漠然と描いてるお寺像って、やっぱりこう緑の中に佇む、パワースポットみたいに感じられるお寺だと思うんですね。町の中に公園を残したいっていう感覚で、やっぱりお寺があってほしいっていうのが皆さんの感覚だと思うので、私たちお墓だけがゴールじゃないので、お寺支援するっていう意味ではお寺の中が緑であふれていて、その緑の美しさで人が集まってくるっていうのも、やっぱりお寺の価値の大事な部分だと思ってるんですね。癒される。だから変な話、都会でもビル街の中でもお寺だけは残っててほしいっていうのはあるじゃないですか。いろんなね、アイデアが
出てくるもんですね、うん、時代の流れとともにですよ、うん、これも。そうですね、もっともっと何十年も前にそういうの出てきてもよかったんだろうけど、うん、そうじゃなくて今これまだこういうアイデアは、うん、はい、ここ何年ですか。そうですね、この都心型の樹木葬という、はい、まあ、提案自体は本当ここ3年とかの話ですね。ただお墓が1人で入るとか、うん、2人で入るっていう概念自体は、うん、これはもう人類昔からそうで、うん、実は代々お墓を引き継いでいくっていう文化の方がちょっと特殊なんですよね。それこそ明治時代ぐらいからとか大正時代ぐらいからとかって言われてますけれども、それ以前は代々引き継いでいくお墓を持てたのはもうよほど特殊階級の人たちだけで、庶民のものになったのは本当にここ100年とかそういう話だけですし、海外では代々引き継いでいくお墓の国ってほとんどないんですよね。そういう意味では世界的にも普通のお墓になってきたっていうことですし、歴史的にも昔あったお墓の方にむしろ近づいてきたっていうのが、まあ、この樹木葬のあり方かなと思ってます。ヨーロッパはお墓が、はい、まあ、芝生、全部は芝生とは言わないけど、はい、そういう樹木の周りにあったり、まあ、草がね生えてる中にもちゃんとあって、こう、はい、ちっちゃな十字架が立ってたりするのがお墓だっていうじゃないですか。あれは僕は色合い的には、色合い的にはというか雰囲気的には、そうですね、そんなにこう暗くならなくて、うん、そうですね、寂しいのは寂しいんだけど、暗くならなくていいなと思ってたけど、時代の流れとともに変化しているお墓の在り方、多様化している現在のお墓事情はどのようになっているのか。昔は伝統的なお墓以外のところに納めたら、まず誰が許さないって、親戚が許さなかったと思うんですけれども、はい、いろいろあるなあれも。そうですね、うん、今は海洋散骨、海にお骨を返すっていうあり方も、はい、そんなに奇抜なものではやっぱりなくなりましたし、建物の中に、納骨堂の中にお骨を納めるっていうのも標準的になりましたし、はい、もうその納骨堂にお骨を納めるっていう形もまたその中で多様化していて、中にはこう機械に向かってカードをかざすとお骨がこうぐーっと回ってきて、まあ機械式納骨堂とかって言いますけれども、こう礼拝するところに据え付けられるとドアがオープンしてお参りができるというような、もう本当最新式の納骨堂なんかも出てます。まあ、一つただ傾向としてあるのは、はい、本当に昭和40年代、30年代、40年代を中心に郊外にお墓が開発をされて、遠くまで皆さんで車でお墓参りしに行くっていう感覚から、できるだけ近くにお骨を置いて、できるだけお墓参りに行ける環境を作るっていうのが皆さんの最近のやっぱり傾向ですね。なのでいろんなメディアの中でも墓じまいっていう言葉ですとか、改装、お墓の引っ越しですね、うん、そういう言葉も最近皆さんがよく知られるようになりましたけれども、まあ、遠くの立派なお墓より近くの小さなお墓っていう傾向ですね。会いたくなる人にね、遠ければなかなか叶わないで忘れちゃうというような、忘れてはないんだけど、そういうふうに思うけど、近くにあればね、お盆の時でもね、正月でもそういう、そういうなんか自分の節目の時に行けらしいしね、うんうん、実際お墓ご購入された方からはどんなお声が寄せられてますか。はい、そうですね、やっぱり近くでお墓持てるっていうことで、うん、本当にお墓参り行きやすいっていうことを喜んでくださいます、うん、どうしても檀家付き合いっていうのが、うん、こう難しいものに感じると、まあ、悪く言うと煩わしいものに感じていらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんですが、このお墓でお寺の敷居を私たち下げたいと思っているので、まあ、まずはお墓をここに作っていただいて、ご住職といろいろ関係を持ってくださいと、お寺のこともよく知っていただいて、ご希望があれば法要も承りますよと、戒名もつけていただけますよというようなことで、お寺とご縁をいただくことで、やっぱり買っていた皆さんからはやっぱりお寺が身近なものに感じられるというか、そういった声もたくさん、受けたまわってます。都心のお墓参りに便利と好評のアンカレッジ、お寺の敷居を下げるための立地と緑ある環境を生かした驚きの活動とは。今は企業研修で使っていただいたり、はい、今度座禅教室に企業の方々が入ってきてっていうことなんかもありますし、最近はお寺で婚活なんかもやらせていただいたり、はい、婚活私行ってみましょうか。そうですね、はい、心も静まって邪心がなくていい目で見れるかもしれません。ちゃんとした人を見れるかもしれない。そうですね、あとお坊さんと一般女性の婚活なんかもやらせていただいてるので、
よかったらぜひ。面白い。その法要とか葬儀とかお墓だけの場がお寺ではないので、うん、やっぱり若い方から、まあ、お子様も含めて、うん、でバリバリ働いてらっしゃる企業の方も含めて、うん、生まれてから本当に死ぬまで、ずっとお寺でやっぱ接していっていただきたいんですよね、うん、お月見のイベントもされたと。はい、高輪のお寺はですね、うん、江戸時代は、月見寺という、まあ、こう伝統がありまして、はい、どんな方でも入りやすいような、先祖供養の行事を作りたいということで、うん、住職と一緒になりまして9月27日中秋の名月の日ですね、はい、月を見ながら、はい、法要をさせていただいて、その後に、本堂でコンサートを、まあ、月にまつわる曲ばっかりでコンサートをさせていただいて、はいはい、まあ、法要の際には住職が、まあ、月を見ながら、うん、その大切な人を思うきっかけにしてもらいたいということで、うん、そういうイベント作りもさせてもらいました。ご挨拶もされて、そうですね、イベントっていうカタカナ使っちゃあれかもしれないけども、うん、そういうことが行われてもいい場所なんですよね、うん、本来はね、そうだと思います。ぐちゃぐちゃにするっていうことじゃなくて、はい、しっかりとしたものでさ、うん、みんなの憩いの場で、うん、そして地域のお寺になりますものね、はい、うん、そういう通りですね。いろいろ新しいことをされてるなっていう印象すごく強くあるんですけど、今後の目標って何ですか？はい、若い人も年を取った方も、はい、まあ、とにかくたくさんの方々がお寺に集ってきてくださって、楽しい時も悲しい時もそういう人々の会話が生まれるようなお寺に、まあ、そういう場所にお寺をしたいなっていうのが、うん、私たちの願いです。今は、ペット用のお墓というかペットと一緒に眠ることができるお墓っていうのも作らせてもらってます。はい、中には、まあ、極端な話ですけども家族よりもペットが大事っていう方もやっぱりいらっしゃいます。はい、また若くしてお子様を亡くすとか若くして配偶者を亡くすっていうふうになると、これやっぱり郊外の遠くのお墓には入れたくないっていうのが残された方の願いなんですよね。また悲しみも深いですから、うん、誰かに話を聞いてもらいたいっていう願いもあるので、本当にそういう場所にお寺がなるとこんなに、まあ、僕らとしては幸せな話はないなと思って、まあ、そういうお寺作りのお手伝いをさせていただくのが僕らの仕事です。また目標ですね。はい、本当に心を温まるお話を、うん、本当にありがとうございますね。ありがとうございます。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。自分一人の力でやれることなどたかが知れている。何でも自分だけでやろうとせず、他人の力、特に社長人脈に頼って生きることこそ理にかなった人生であると私は気づいたのです。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、1000人の社長人脈を築く自分の磨き方。世代を超えた人脈マッチングのスペシャリストとして、有名企業1000社以上の経営者から信頼を得たご自身の経験を書き下ろした一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。